皆さんこんにちは。はい、久しぶりです。今日は、私がもう使い始めたこのほぼ日手帳 と、11月から使ったこの自分手帳に関してちょっとだけの比較をしてみたいと思います。前回私の自分手帳の動画を見た方はちょっと感じたかもしれないんですけど、自分手帳にカーバーができました。はい、もうカーバー買っちゃいました。で、このカーバーを買ったっていうことは、そうですね、来年も使い続けようと思ってます。ちょっと長く使おうと決めた瞬間、もうカーバーオーダーをしました。はい、それでもう一番なんていうか、こう流行りとか関係ないこういう茶色の革のカバーで使って、すごく安定的によく使ってます。じゃあまずこう自分手帳を見てみると、結構落ち着いてきました。もうなんていうか習慣になって、ちゃんとこう使えるようになったんですね。マンスリーの方はまあちょっと、私はこの前に載せたこのほぼ日手帳の動画を見てた方は分かると思うんですけど、で同じシステムで使ってるんですよ。でこのようにまあこう日程とかをこうなんかこうカテゴリーを分けて、まあ、個人的の日程とかこう仕事とか、まあ、いろいろ勉強関連とか全部分けて色分けをしててやってます。で丸とかこう書いてて、その日程が終わったらそこでもう色で塗るっていう感じで使ってます。まあ完全に同じシステムで使ってるんですけど、やはりこう何て言うか、自分手帳の方がもうちょっと余裕があるっていうか、こう広い感があります。なんかこう3ミリ方眼でやって、自分こうほぼ日の方が4ミリ方眼なんですけど、まあ自分手帳私はミニサイズで買ったから3ミリ方眼であって、普通の一般サイズ A5 のサイズは4ミリ方眼ですね。なんていうか、まあ空間の分け方っていうかちょっと分かんないんですけど、まあ、自分手帳の方がちょっと広くなってて、色的には私はほぼ日の方がちょっと気に入ってるんですね。なんていうかちょっと派手っていうかカラフルなので、もしかしたら来年はちょっと中身はビーズバージョンに変えるかもしれないですね。で、トモエリバーペーパーじゃないんで、そこにこだわる方はまあ一般のそのオリジナルの自分で使った方がいいかもしれないんですけど、私今ちょっとマネージじゃなくてスタイルフィットでなんか使ってるので、ビーズバージョンもいいかなっていう考え今ちょっとしてます。もう中身の色はそっちの方が好みなので、ちょっとそれも考えてるんですね。それでなんかこうこちらはもう1ヶ月のこうなんていうかゴールを書いてるんですけど、まあ、12月ものすごく忙しかったので、なんかこう読もうとしてた本がいっぱい溜まってるんですよ。でそれをまあ1月にも持ってきてて、もう書いてて、まだ2冊しか終わってないんですけど、はい。それでまあ下に赤くなってるのはすごく至急なものとか大事なものを赤くしてます。でほぼ日の場合はデイリープランナーなので、ウィークリーゴールを書ける空間がないですね。なのでこちらマンスリーの方で各週ごとにウィークリーゴールを書いて、もう記録を取ってます。でまあ後ろを見てみると、ここからちょっと違うんですよね。でほぼ日の場合はデイリープランナーでやってて、そしてまあこちらの自分手帳はウィークリーのバチカルタイプなんですよね。なのでちょっと使い以外も全然違うので、記録も違うんですけど、とにかく今ほぼ日にはこう左側の方にバーチカルで使ってます。で一応は持ち歩いてるのは自分手帳を中心で持ち歩いてて、もうところどころ記録を取ってるんですけど、まあ、家に帰ってきてとかどこかに余裕がある時になんかこうバーチカルの方を、まあ、もう一回振り返ってみて、一日の方を総合的に書いてなんかこう整理をする感じでこちらは使ってます。で一番大きい違いはまあ横幅は
ほぼ西の方が広いのですごく使いやすいんですよ、その面では。でもやっぱりなんていうか、バチカルが中心になってるプランナーじゃないので、こちらは1行で1時間なんですね。で、自分手帳の場合は、2列になってるんですよ。だからつまり、1列で30分ごとになってるので、こちらの方がやっぱり使いやすいし、私の場合トゥードリストはこの時間軸で書いてるので、1時間に1つのトゥードリストしか書けないんだったらちょっと辛いんですね。で、そういう面ではやはり自分手帳の方が優れてるっていうか、適切であることですね。で、ただこう記録を取れるところがあまりないので、そういう面ではなんか毎日、トゥードリストとか日程だけじゃなくて、なんかこういろんな記録とか、メモとか会議の内容とかいろいろ取らないといけないっていう方はこちらの方がいいかもしれないですね。こちら私は記録、他の記録取ってるんですけど、こちらになんかその日のなんかこう書かないといけないものとかメモとか取ったりすると、これもすごくよく使われると思います。それは自分に合う形で活用すればいいと思うんですね。で、ほぼ日を使いながらもうちょっとなんかこれはっていう、なんかこうちょっと不便だなと思ってるのが、やはり小さいサイズなのにデイリープレンナーだから厚さがあるので、こちらの辺を 右の方を端っこを書くときにすごく辛いんですよ。で、結構こうなんていうか高いから字が綺麗に書けないんですね。で、多分これは結構使ったら、夏頃になるとこれは解消されるとは思うんですけど、今はちょっとそういう部分がありますね。で、比較的に自分手帳の方は結構使いやすい厚さになっているので、そこは不便なく結構よく使ってます。ただ自分手帳の方をちょっと使いながら、これちょっとなんていうか、大丈夫かって思ってるのが、自分手帳はウィークリープレーナーなので、1週間ずっとこのページを使うんじゃないですか。そのせいかは分からないんですけど、ちょっと製本が緩いんですよ。で、他はまだ後ろは使ってないからまだ大丈夫ですけど、今使ってるのは例えばこの面とかはすごくゆるゆるになってて、なんか破れそうな感じもするんですね、もうちょっと下手にすると。なんでこの製本大丈夫かっていうのがすごくあります。これもう糸が見えるんですけど、そこまでしっかり、全面こうやってるところじゃないっていうのがすごくあって、これが私が荒く使ってるからか、もともと製本がちょっと緩いのかっていうのがちょっと気になりますね。で、もっとちょっと緩い、もともと緩い感じだったりすると、ちょっと国用さんからこれをちょっとなんかこう修正してほしいなっていう部分はあります。で、ほぼ日を使うときにその製本の心配とかを感じたことはまだないんですね。全然もうしっかり入ってて、ここから見ても全部こう結構なんかこの感覚でずっと製本されてます。で、こちらの自分手帳の場合はこの感覚でこうなってるんですね。なんでちょっとここまでしっかりこう収まってないんで、ちょっと不安です。はい、記録取ってるところ だから紙が破れたりするとやっぱりちょっと良くないんですね。で、一番自分手帳使いながら今気に入ってる部分はやはりあれですよ、ヘビットトラッカーっていうバレットジャーナルを使う方々はよくご存知だと思うんですけど、自分の習慣を記録するものですね。で、自分手帳の場合はそれが前についてるんですよ。もうついちゃって、使ってみてるんですけど、12月の方はこういう風に使ってみました。試しで。で、もう仕事のところとか、ブログにもう文のこうポスティングをしたり、本読んだりすることで、丸つけてやってみたんですけど、1月からはそこにもうちょっとアップグレードして色を塗るようにしたんですね。で、もうマンスリーとかでも日程でも結構こう色分けをしてるので、それと同じように色分けをしてて、こちらもなんかこう個人領域は緑とか、赤は聖書を読んだり、なんかこう青の場合も勉強とか仕事とか書いたんですけど、ここ見たらよくわかるように、なんかこう青が少ないんですね。本当に勉強してないなっていうことすっごく一気でわかります。なので、なんていうかこうすごくなんかこういろんなもう派手な色分けをしてる方もいらっしゃるし、
黒だけでやってる方もいらっしゃると思うんですけど、こうやって領域別になんかカテゴリー別にやってみたら、自分のなんか生活パターンがちょっと見えるのがすごく良かったんですね。なのでこのシステムで行ってみようかなと思ってます。でちょっと生活のいろんな領域のバランスをちょっと取りながら改善していかないといけないなと思ってます。でこういう部分はすごく気に入ってる部分で、多分来年もその自分手帳を使う予定です。でこれは使っててほぼ日の場合はこういう今やってるなんかシステムでとか、これがあんまり合わなかったら別なシステムでも1年が使ってみて、なんかこうあこれはあったらいいと思ったら来年も購入することにします。でただここまではちょっとなんかいらないなっていう結論になると多分来年には購入しないとは思うんですけど、まあそういう面で1年も使ってみていろいろこう試してみたいと思います。で皆さんもなんかこういいアイデアとかあったら教えてください。そしてなんか自分手帳の方ももうちょっとこれはいいよとかあれはちょっとっていう部分があったらまたコメントでこう教えてください。まあ久しぶりの動画だったんですけど、まあ今回も見ていただいて本当にありがとうございます。もう次の動画も本当に有意義な動画撮れるようにまたその時に準備して会えるようにします。皆さん今日もありがとうございました。バイバーイ。